私は佐藤健介と申します。東京出身の27歳です。去年の12月にシンガポールに移住しまして、今年の2月にコロニークロージングというセレクトショップを開店しました。そのお店でストアマネージャー兼バイヤーとして働いています。自分のスタイルを、あまり意識したことがありません。特定の好きなデザイナーなども特にいません。デザイナーの名前やブランドにとらわれず、自分が着たい、自分に似合うと思ったものを選ぶ、ただそれだけです。それよりも私が重要だと思っていることは、訪れる場所のシチュエーションや気候などにマッチした装いをすることを心がけています。常にシーンに応じたファッションをできる人こそ僕の考える理想像であり、おしゃれな大人の男性だと思います。また、友人とのたわいもない会話や自然で見たカラーリング、アートに触れた時に感じる感性からインスピレーションや刺激、ヒントをもらい、自分のファッションに落とし込んでいきます。今のところ、マストハブアイテムと言えるものはありませんが、これから、年を重ねていくことで何か見つかればいいなと思います。もしかしたら今作っているジョージ・クレバリーのビスポークシューズが、マストハブアイテムになるのかもしれません。